元 AKB48 メンバーでバラエティタレントとして活躍する西野未姫さん、20は、2019年は、炎上で始まった1年だった。西野さんは12年に14期生として AKB48 に加入。現エースの岡田奈々さん、22、小島真子さん、22イコール19年卒業、と共に、三重師として注目されたが、大きすぎるリアクションから、バラエティ担当として活躍してきた。17年の卒業後も多数のバラエティ番組に出演。19年もたびたび炎上してきたが、ダイエットに励んで注目を浴びたことで、いい炎上もあることを知り、炎上への考え方も変わってきたという。Jキャストニュース編集部が今年ネットで、燃えた人物を表彰する第2回炎上アワード受賞者に選ばれてしまった西野さん。19年を振り返ってもらうとともに、20年に向けた展望を語ってもらった。聞き手、構成、プレゼンター、Jキャストニュース編集部工藤博史、第2回、炎上アワード、賞状を手に笑顔を見せる西野未姫さん。2019年の炎上について振り返る西野未姫さん、西野さんにはこのトロフィーが贈られた。完成が取材に間に合わず、後日郵送した。賞状の文面聞いて、私、ひどいこと言ってんな、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。西野さんはもともとは、三重師の一人として、正統派路線でした。第二の眉ゆと呼ばれたこともありました。それが今では、炎上キャラ、正統派路線から外れ、炎上路線に向かい出したと思い始めたのはいつ頃ですか？バラエティ班、寄りになっていったのは、周囲のリアクションが嬉しくなったからですか？その後、発言の調子も強くなっていきます。今振り返ってみて、まずかったなと思いますか？